ビ<ズ>日本電気工業会が24日発表したエアコンや洗濯機など白物家電の2022年の国内出荷額は1年前に比べて2.0%増の2兆5724億円で2年ぶりのプラスとなりました原材料や物流費の高騰を受けた製品単価の上昇が押し上げ要因となり 夏の記録的な猛暑に伴うルームエアコンの出荷の後押しもありました。